壊滅的打撃を受けた大韓民国が、1960年代後半以降、外債を累積させながら急速に復興し、経済成長と民主化を達成した現象を指す。1960年代前半まで、世界の最貧困国だった韓国は、国内総生産が北朝鮮を下回っていた。しかし、韓国は、日韓基本条約の日韓請求権協定で、 個別に国民に支給すると日本側に説明して請求権資金として支払われた3億ドルの無償提供資金を韓国経済発展のための国内投資資金に回したことで半世紀で世界1位圏の経済大国に発展しその恩恵を受けた韓国企業は巨大な財閥に成長した当時日韓交渉を担当した 金正筆元首相も2017年に1961年に誕生した政府が国家安保や経済再建を掲げて発足したが国庫が底をつき財源づくりのためには韓日会談の再開を通じた日本の請求権資金しかなかったと認めている国庫を回復した後に約25年にわたる 円借款などを国内投資資金の元手にして、日本からの資金、技術援助を利用することで、社会インフラを構築して、経済発展を遂げた。1961年に5.16、軍事クーデターを起こし政権を得た、僕世紀は、経済開発を掲げ大衆の支持を求めた。当時、国内総生産はソ連を真似て、計画経済を推し進めていた北朝鮮が、 上回っていて、牧政権の韓国も5か年計画方式の計画経済を導入することとなる。朝鮮戦争により壊滅的打撃を受け、一人当たりの国民所得は世界最貧国グループであった韓国経済は、その後、ベトナム戦争参戦によって得られたドル資金と、 1965年の日韓基本条約を契機とした日本からの1960年代半ばから1990年までの約25年にわたる円借款及びその後も続いた技術援助により社会インフラを構築して経済発展を遂げた。これが観光の奇跡と呼ばれる。その後、ベトナム戦争で培った施設設営のノウハウと中東に影響力を持っていた。 アメリカとの良好な関係をバネに1970年代の中東の建設ブームに乗る。1979年の僕世紀大統領暗殺後の1980年、一時的にマイナス成長に転じるが、1981年に高級回復し、1988年のソウルオリンピックを成功させ、1997年のアジア通貨危機で、 国際通貨基金に介入されるまで高い経済成長を続けた。急速な経済成長の要因としては内的な、要因としては財閥をてこにした輸出志向型工業化政策、独裁政権期の開発独裁による労働組合の抑圧、外的な要因としては冷戦下西側諸国、特に 日本とアメリカによる膨大な経済及び技術援助、欧米及び日本の市場へのアクセス、及び経済成長初期の韓国の出稼ぎ労働者の受け入れによる外貨獲得などが挙げられている。僕世紀の娘である僕ク,クネが第18代韓国大統領に当選した際は就任式で第二の観光の奇跡の創造を掲げて注目された。朝鮮戦争後の韓国は 農産物、原料、半製品などの原子材をアメリカが主中国からの援助に頼っており、これらを原材料とした消費材の加工産業を育成していた。しかし、アメリカによる援助政策の転換により、1957年を境として、対韓援助は、減少をはじめ、脆弱であった韓国経済に、深刻な影響を与えた。李承晩政権は、 援助に依存する経済からの脱却を機として、経済開発3可燃計画を作成したが、政権自体が1960年の4月革命で、崩壊してしまう。続く、超勤務政権も、経済再建第一主義を標榜して、経済開発後可燃計画を策定したが、これも、僕世紀による1961年の5.16。 軍事クーデターにより実施されなかった。僕世紀は民政区の解決と自立経済基盤の確立を目標とし、新たに第一次経済開発後可燃計画を推進した。財閥の不正蓄財の摘発を進め、定期預金金利の引上げや貯蓄運動を推進して国内資本の導入を図った。しかし期待したほどの成果は得られず、 1964年には計画の修正という行き詰まり状態に陥った。この状況を打開するために外資導入による経済建設の道を選ばざるを得なかったと言われる。当時国際信用力を欠いていた韓国が外資を求める先に選んだのが同盟国であるアメリカであった。その窓口としては日本が選ばれ日韓基本条約により 国交を正常化した。1966年の僕、ジョンソン首脳会談では、韓国軍のベトナム派兵の見返りとして、巨額の経済、軍事援助が約束された。その額は派兵後5年間で17億ドル近くになる。同年のブラウン覚え書では、追加派兵時に、ベトナムで実施される、各種救護と建設事業に、 韓国企業を参加させ、韓国に追加で開発庁借官を提供させた。ベトナム戦争中の10年間を通じて、韓国経済の成長率は年平均10%前後だった。こうして、関心グループや現代財閥、大宇財閥など、新興の財閥を形成した。これら韓国財閥には、韓国政府が独占取引権を付与するなどした。 その後、国内に強権的な体制が残ることになり、迫る運動などを通じて、農村の活性化を行ったが、都市部への人口集中や産業構造においても、経済成長から農村や中小企業が取り残されるなどの歪んだ形成をすることになった。また、日本からの個人保障を流用したことを国民に公開しなかったため、 後に賠償請求の見解の違いなどで、日韓関係に過言を残した。ともかく機関インフラは整備された。大韓国民航空車が民営化され、ソヤンガンダム、京府高速道路、歩行製鉄所が建設された。韓国経済は急成長を遂げ、国力で北朝鮮を逆転し、国民所得を10倍にするという公約を目標より3年、早く達成した。 そして、この政策によりソウル大都市圏への人口、産業の集積が進み、プライメートシティとなった。ベトナム戦争と韓米越日の経済関係、僕正規は1961年11月の、法米時、アメリカの関心と自身の政権の正当性を確保するため、当時の大統領ジョン F ・ケネディに対し、韓国軍のベトナム戦争への派兵を申し出た。 派兵は、ケネディ暗殺後、ジョンソン政権になってからの1964年9月より、開始された。当時の韓国では、ベトナム業のバスに乗り遅れるなをスローガンに、官民挙上げて、ベトナム戦争に参加し、サムスン、現代などの現在に至る財閥が急成長した。アメリカ側は派遣されたすべての韓国軍将兵に、大使戦闘手当を支払い、その大半は、 韓国本国へ送金された。さらに、韓国経済が飛躍するための踏み台が2つ用意された。一つは、韓国製品に対するアメリカの輸入規制の大幅緩和である。これによって、韓国製品がアメリカ市場になだれ込んだ。もう一つは、アメリカの全面的な軍事援助で、その結果、本来ならば国防費に充てる。 はずの国家予算を重工業などへの投資に回すことができた。これらを含むアメリカからのベトナム特需の総額は10億ドルをはるかに上回り、実質的には朝鮮戦争時の日本における朝鮮特需以上の利益を韓国にもたらした。韓国がベトナム派兵を開始した1965年から、 ベトナム戦争が終結する75年までの10年間に、韓国の国民総生産は14倍、保有する外貨及び外国合わせなどの総額は24倍、輸出総額は29倍となって、いずれも驚異的な伸びを示した。2017年6月6日に、韓国のムンジェイン大統領は、秋田旅の追悼式で、 ベトナム戦争参戦有志の献身と犠牲を土台に祖国の経済が復活した今日の韓国経済があるのはベトナムで戦った元軍人たちの献身と犠牲があってのことですと述べたこの韓国軍兵士によるベトナム民間人虐殺への惨事とも受け取れる発言に対してベトナム外務省は在ベトナム韓国大使館を通じて韓国政府に抗議したまた ベトナム外務省は HP で、韓国政府が、ベトナム国民の感情を傷つけ、両国の友好と協力関係に否定的な影響を与えかねない言動をしないよう要請すると表明した。さらに、朝鮮日報によると、ベトナムメディアは、韓国軍が9000人余りのベトナム民間人を、虐殺したにもかかわらず、韓国政府はこれを認めていないと批判している。 韓国政府の公式的な見解は、共産主義の傍聴を食い止めることだったが、ベトナム派兵当時の外務省長官である、李闘元の回顧録には、僕大統領のベトナム参戦は欲しいものは、すべて手に入れた。成功策と言ってよい。特に経済的実利は大変な成果だった。当然最初から練りに練ったシナリオだったと記されている。また、これまでの通説では、 アメリカの強い要請で韓国は断りきれず、いやいやながら派兵したことになっていたが、近年アメリカの研究者から逆に、韓国がアメリカに派兵を持ちかけたとする異論が出され、こちらの方が説得力を持ちつつある。日本でも韓国側が持ちかけて、アメリカ側が断っていたとされている。韓国人がベトナムへ向かったのは、軍人ばかりではなく、 国内よりも数倍から十数倍もの高い賃金を目当てにしていた韓国人労働者もおり、その数は1965年から5年間だけで、延べ5万人を超えていて、ベトナムなりキン、ベトナム行きのバスに乗り遅れるなが流行後になっていた。静岡大学教授の僕根義美は、朝鮮戦争による特殊で経済復興を遂げた日本の例に、 牧政権が習ったことを指摘している。自称、韓国の経済発展とベトナム戦争では、軍と民を問わず、韓国人にとってベトナムは、戦場ではなく、市場だったと述べている。1995年5月12日、韓国の教育部の長官が、ベトナム参戦をめぐる長官の談話で、6.25は、同じ民族同士の殺し合いでしたが、 ベトナム戦争は、アメリカの傭兵として参加したもので、大義名分の弱い戦争でありましたと述べ、更迭されている。マーシャルプランや朝鮮戦争特需などにより、経済の奇跡と呼ばれる急成長をしていた西ドイツは、その労働力不足を補うため1963年以降、韓国から多くの交付と看護婦を受け入れた。 失業者が公式発表でも250万人を超えていた1963年の第一次派遣には、募集500人に対し4万6000人の応募が殺到するなど、1963年から1978年まで、単行労働者7983人を含む7万9000人の交付を波読。 看護婦は1966年から1976年の間に1万4人が届くした。1964年12月、ルール炭鉱地帯のハムボルン鉱山を訪れた、僕世紀大統領夫妻は、波読韓国人を疑問、国家政省に涙を流し、母国の家族や故郷を思い、辛いことが多いだろうが、開事文が何のために、 この遠い異国の地に来たことを肝に銘じ、祖国の名誉になって一生懸命働きましょう。たとえ、私たちの生前に成し遂げることができなくても、子孫のために繁栄の基盤を築きましょうと、涙ながらに激励演説をしたエピソードが残っている。波ク労働者からの送金額は、年間5000万ドルに達し、一時期は、GNP の2%台に及んでいた。また、 1967年には、輸出総額の36%を稼ぎ、ドイツからの借款を獲得するなど、外貨の獲得に貢献、韓国経済発展の基盤になった。ベトナム軍需と西洋軍需だけでは、長い冷戦時代も、韓国の経済成長が続いたことを説明できない。戦艦期に、韓国の生命保険制度は、日本の影響を受けて発展したが、戦後に、 米韓で制度の主導権が争われた。1946年に韓国発の製法会社としてハンファ生命が誕生した。米国系であり、現在は軍需産業のハンファグループに属する。1957年サムスン生命が誕生した。観光の奇跡より早く産業資本の自己金融が起こっていたのである。1962年に 僕政権が立件するや、否や、政府改革に着手した。この時旧社だけあった、政府会社を国民貯蓄機関として選定し、6社へ統合した。1968年、ユーロダラー市場の滑挙を受けて、初めて外資系生命保険会社の参入を認めた。1976年8月に、 ポプラ事件が起こり、その情勢で10月にコリアゲートが露見するほどに、米韓の誘着は進んだ。この同年、低新部の国民生命保険事業と、郵便年金事業を農協に移転した。翌1977年には、韓国発の原発が始動した。この同年、韓国生命保険協会年報によると、韓国政府における、 個人保険の保有後前年比の比率は空前の88.0%を記録した。1978年で82.7%、1980年は89.2%にも達した。僕世紀が射殺された1979年は団体保険で86.6%であった。この頃外債の累積が世論に叩かれ、そこで 国内資本の充実を目的に保有子は増加したのだと日韓当局が説明している。1986年に韓米保険協議が行われた。ロタイグ政権の1987年から米国系保険会社の参入を認めている。翌年には年金保険が整備され余計にアメリカ資本の関心を引いた。 1987年4月23日に、リマ生命。1987年5月に、アリコ生命。1988年7月に、アフラック生命が参入した。その後、米韓合弁の製法会社が登場した。1995年朝鮮、半島エネルギー開発機構の設立によって、韓国資本が、成長産業以外にも振り向けられることになった。 翌年のアジア通貨危機をものともせず、韓国の保険制度は大幅な規制緩和を遂げた。1965年、韓国は日本と日韓基本条約を結んだことにより、無償金3億ドル、有償金2億ドル、民間借款3億ドル以上の日本からの資金供与、及び貸し付けを得ることとなった。 国際協力銀行によると1960年半ばから90年代までにトータル6000億円の円借換が行われ、韓国はこうした資金を元手に観光の奇跡の象徴とも言われる京府高速道路をはじめとした各種インフラの開発や歩行総合製鉄をはじめとした企業の強化を行った。インフラ整備後は日本の民間企業によって大規模な投資が行われた。 韓国では日本による多額の経済技術援助が韓国の発展に寄与したことを一般には知らされていないため多くの韓国人は自国が独力で経済成長を達成したと考えていると指摘されている2005年には韓国内で日韓基本条約で得た請求権資金を個人保障にほとんど回さず国内投資に使って 発展の基礎を作ったことが公開され、それにより経済発展を促した、僕正規政権の判断を、貧困脱出、国家再建のための不可避な選択という評価と、クーデターで失権した、軍事政権が徹底できなかった、過去の整理、植民地支配の完全生産を捨てた、屈辱外交とする声が錯綜している。韓国の高度経済成長に果たした、 円借管の役割について国際協力銀行から外部評価を依頼された韓国の産業政策研究院の2004年の評価報告書では1960年代半ばから90年までの約30年間を対象として円借管事業が韓国の経済社会に与えたインパクトを技術レベル向上交通渋滞緩和及び環境改善等の効果 産業技術の発展、生活水準の向上、環境保全等が確認される、と評価した。この中で、高速道路建設事業は輸出志向工業の本格化における物流及び貿易の阻害要因を取り除くことを目的として実施され、移動費用の削減、時間短縮、貨物損傷の減少、交通事故の減少等が間接的効果として農村及び 漁村の発展、地域間格差の縮小等が確認され、第35か年計画の自由、科学工業化政策における歩行総合製鉄所、拡充事業は、対外開放政策の代表的事例となり、中州多目的ダムは、洪水防御や、農産物の増産、電力需要への対応、観光開発に貢献したと評価した。四世大学経済学部、 金正筒教授は2000年に韓国対外経済政策研究院から出版された対日請求権資金の活用事例研究において第二次世界大戦終結後日本が請求権資金を支払った韓国、ミャンマー、フィリピン、インドネシア、ベトナムの5カ国を比較し韓国が最も効率的にこれを使用したという分析を報告した 対日請求権資金は、どの国においてもおおむねインフラ整備や国民生活工場に投資されたが、投資の効率性は韓国が最も高く、韓国は徹底した事前計画で最も効率的に資金を活用した国家として評価を受けているとし、原子材導入に多くの投資をしたことは注目されると分析、評価した。 さらに今後の日朝国交正常化による対日請求権資金の北朝鮮の社会、間接資本整備への効率的活用に関し、望ましい資金活用方法の提示など、韓国の対日請求権資金活用経験を伝授してあげなければならないと述べた。また、東南アジアなどにおいて見られた投資部門の決定に対する政治的軍事的影響を排除し、 北朝鮮にふさわしい比較優位産業を選定し、集中投資して輸出を増大させるなど、経済効率を重視した投資部門決定が今後の北朝鮮経済成長に大きく寄与するので、韓国としてもこれを軍事目的に使わないという前提の下に北朝鮮の対日交渉に積極的に協力しなければならないと結論付けた。年月日、 日本企業16社を相手取り損害賠償を求めた元徴用工らの徴用工訴訟問題でソウル中央地方裁判所は原告の訴えを却下する判決を言い渡した。判決は日本が1965年の日韓請求権協定に基づいて提供した計5億ドルの支援が観光の奇跡と評される輝かしい経済成長に寄与したとした。 日韓請求権協定は、日韓の請求権問題は、完全かつ最終的に解決されるとしているが、元徴用工らは、日本の経済協力が少ないことなどを根拠に、日韓請求権協定で、元徴用校の請求権は解決されなかったと、主張しており、判決が、日本の観光の奇跡への寄与に言及したのは、こうした主張を否定する根拠の一つとしたためである。 2017年に発足したムンジェイン政権は長年続いた保守政治の石兵生産を打ち出し、僕世紀時代の成果も再評価が行われるようになった。2019年度の小学生向け社会科教科書から観光の奇跡に関する記述がなくなったほか、国立大官民国歴史博物館に 常設されている観光の奇跡に関する展示も縮小する計画が立てられている。ありがとうございます。